新型コロナで冷え込む観光業の需要喚起策宿泊割キャンペーンについて県は今月末までとしていた実施期間を来月末まで延長することを決めました去年10月から始まった県の宿泊キャンペーン宮城宿泊割屋は対象となる県内の宿泊施設を利用すると1人1泊当たり最大5000円を割引飲食店などで使える 最大2000円分の地域限定クーポンが付きます実施期間は今月末までの予定でしたが県は1ヶ月延長します対象は感染拡大防止に配慮して北海道と東北地方の住民に限っていて宮城県民が泊まれる宿も同じエリアです私としては えー、少しエリアがあ狭いのではないかなとできれば、まあ、全国一律というのが難し,き難しければです、ね、東日本ぐらいまで広げていただきたい村井知事は県民割について対象エリアを拡大すべきとの考えを示し全国知事会を通じて国に要望していくことを明らかにしました観光需要の喚起策をめぐっては自民党が今月 新たな GoTo トラベル事業を早期に開始することを提言するなど、政府での議論が本格化しています。